どうも、赤星です。ということで、今回は薄毛対策、食べ物完全版ということで、薄毛の人が何食べたらいいのかってめちゃくちゃ論争あるじゃないですか。わかめ食べたらいいとかね、なんか海藻類食べろとか、あんなのどうでもいい、ダメなんですよ、あれ嘘なんですよ。だから本当に今日完全版を教えます。髪の毛の薄毛に効く完全版ということでお伝えしていきます。なんか髪にいい成分とかではなく薄毛ですね、だからこれ食べたら髪の毛にいいよとかじゃないです。もう薄毛対策のための食べ物をお伝えしていきます。第一に、わかめとか海藻類食べたら髪の毛抜けにくくなるんじゃねみたいな、それは、科学的というか科学的根拠は認められてません。はい、なんかね、勝手になんか髪の毛っぽいからね、いいみたいな言ってますけど、関係ありません、あれは。はい、なので気をつけてください。ということで今回3つお伝えします。1つ目、大豆、納豆、2つ目アボカド、3つ目わさび。これ結構新常識じゃないですか。1つずつ説明していきます。まず1つ目、納豆。あ、その前に、薄毛を促進するというか髪の毛に最も悪いやつは高脂肪、高糖質、過度な加工食品、まあ、これ当たり前ですよね。はい、高糖質、まあ、揚げ物とかは絶対ダメやし、あとは、高脂質、高糖質、まあ美味しいものは大体高脂質と高糖質なんですよ。はい、アイスクリームとかスナック菓子とか、あとは過度な加工食品、もうなんか食品というよりも製品になってるやつ、まあお菓子とかもうあれ製品ですよね。もう工場でブワーって作られてるわけですからね。はい、ということでそういうのは NG ってことで、まず1つ目、納豆です。で、納豆なぜがいいかっていうと、大豆がまず良くて、大豆とネバネバ、これがめちゃくちゃいいです。まず大豆には大豆イソブラボンって言って女性ホルモンに似た働きがあるんですよね。で、まあ、女性ホルモンっていうのが高まるとその分髪の毛の抜け毛を抑制するっていう効果があります。なので納豆に、なので、大豆が大前提いいと、プラスですよ、ネバネバがいいです。なぜネバネバがいいかっていうと、ネバネバ成分っていうのは抜け毛を抑制する働きがあるのではないかという研究データが出ています。これはもう研究データが出ています。なので、納豆などの発酵食品とかのネバネバは定期的に取るのをお勧めします。次、2つ目、アボカドです。アボカドはビタミン E と言われるような成分が豊富に含まれています。なので、ビタミン E です。で、ビタミン E は抗酸化力が高いビタミンとも言われています。なので、血流を促す、血行を促進するっていう効果がありますし、あとは末梢神経痛だったり腰を痛めたりとか、筋肉痛がひどいっていう人はめちゃくちゃおすすめです。ただだから、その血流を良くしてくれるので、その薄毛以外にも、例えば、筋肉痛がひどい人とか腰痛とかにも効きますよっていうことです。まあ、血流良くなるのはもう全体的に体が良くなるので、アボカド絶対食べてください。そして3つ目、わさびです。これ意外わさび食べるってあんま習慣ないですよね。なんかの薬味とかなんで、はい、っていうので最後わさびなんですけど、ここは、毛母細胞の分裂を促進させるです。毛母細胞っていうのは毛の、下の毛のこのね、今は見えてる毛じゃなくて、この肌の中に入ってるところに毛根っていうのがあるんですけど、そこに、毛を作る毛母っていう、毛を生成する場所があるんですよ。その毛細胞を活性化させる効果がある成分を含んでるんですよ。なのでもうわさびのあのチューブをね、はい、飲んでください。はい、っていうことです。はい、そして、まあ、ベースとしてですよ、この3つ以外にも、良質なタンパク質とか、まあ亜鉛とかミネラルとかビタミンとか、そしてクエン酸とかが重要ですよって言います。で、さっき言った納豆、アボカド、わさび、この3つっていうのは髪の毛を生やすのではなく抜け毛を抑制する食べ物っていうことですね。なので、薄毛の人がこれ食べたからといって毛が生えてくるってことはないので、薄くなってきたなっていう人がハゲを遅らせるとか抜け毛をちょっと遅らせるとか抑制するっていう働きがあるので、そこは注意してください。最後に具体的な食品名を言いますね。タンパク質でいうと魚とか、あと卵とか大豆をおすすめします。次、亜鉛でいうと海鮮の牡蠣やごま、海藻やアーモンド、
次ビタミンでいうと野菜、緑黄色野菜、次クエン酸でいうとレモンやみかんっていうことで、まあ簡単に言ったら野菜とか果物はめちゃくちゃいいし、タンパク質は大豆とか魚から取るのがもう理想的ですよっていうことです。ということで今回は薄毛抜け毛対策食べ物完全版ということでお勧めしました。公式 LINE では、ぜひ個人個人に合わせた薄毛対策なども行っておりますので、ぜひ個人、公式 LINE、登録お願いします。ということで今回は終わります。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。赤星は、南越前町、福井県の南越前町というところで、床屋を経営しております。ぜひご来店される方、まあ、男性の方中心に、営業しておりますので、ぜひ公式 LINE の方から予約してください。開業予定は7月頃を考えておりますので、ぜひ、公式 LINE 登録していただいて、まあ、他に頭皮の髪型とか頭皮とか、髪に関する相談を受けたまわっておりますので、ぜひ公式 LINE、登録して、事前予約して一度会いましょう。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。またお願いします。